今日お疲れ様でした。疲れ様。いやいいですね。夏にね。こうやって声ちっちゃ。セミにかき消されて。まあ夏にこうやって撮影できてよかったですね。はい、お疲れ様。はい、お疲れ様。4時間。深澤久しぶりだったんで。久しぶりですね。ね、いい練習になりました。いいね。素晴らしい。動画のテーマをちょっと決めたいんですけど。じゃあ2個ぐらい話しますか。はい。うちサブも一応回してるんで。おお。じゃあ夏の思い出とかどうですか。今年の夏の思い出。今年の夏の思い出。じゃあ一つが今年の夏の思い出と、あとちょっとで良平が翔平 TV に加入して1年経ちます。おお、おめでとうございます。はい、まあそれまでいろいろありました。まあ、僕ら逆に4年5年ぐらいやってるじゃないですか。なんでまだ良平からなんか質問があれば。でももう5年4年っすからね。そうっすよ。早いっすね。早いきついよ。取っていくもん年を。そう、確かに。いい感じでこの2つを話して。わかりました、お願いします。はい、はい、夏、2021年夏ですけど、はい、まあコロナの方で試合とか大会がなくなったりしたり、うん、東京オリンピックがね開催されたりとか、はい、いろいろありましたけど、実際 YouTube 活動、翔平 TV もベイちゃんもボイチャンネルも、うん、活動は影響はありましたか。ありましたね。けど完全に制限されたかって言われたらそうではなかったですね。あ、けど自分の活動を東京行かないようにしたんですよ。多分東京で撮影を一回もしてないあらですね。これコロナが始まってから、神奈川とか千葉とか埼玉はあったんですけど、東京多分何かしたかって言われたらしてない。車で通ったぐらいですか。車で通ったぐらいですね。一回だけしましたね。10円行きましたね。10円行きました。ボールパークも行ってないです。行ってないです。なんで本当にその1日だけ上野で撮影しただけで、 あとはない。行ってないんですよ。マジか。てかまあ行かないように他のお店を探したりグラウンド探したりして。まあまあまあそうだね。っていうので自分は 70% ぐらいは頑張りましたね。 30% 制御された感じです。翔平TVチームどうでしたか。俺らはもうあんまりでも制限ないかな。まあ、活動が埼玉っていうのが元々活動埼玉で、東京は緊急事態宣言だけど埼玉はまん延防止とか、はい、まあ活動はまあグラウンド取れたらやろうかみたいな。そうですね、グラウンド自体が開放してましたから、ね、そうで、グラウンド取れてまあイベントやるとか結構な人数でやるってなったらちょっとこうディスタンスを気をつけたり、あとはまあ最近とかイベントとかで車がない人がわざわざこう来てくれるんですよね。はいはい、グラウンドまでで帰り送ってほしいって言われるんだけど、やっぱり密になるっていう、まあ、乗せてあげたいけど車乗せられないけど来てもらって一緒に野球はしてたみたいな、ちょっと心苦しかったですね。前は車乗せて駅まで送ったりしたんですけど、はいはい、やってないですね今年は。なんかあれですよね、イベントもやっぱ制限出ちゃうじゃないですか、人数も、うん、20人とか、うん、50呼びたくてもやっぱ募集止めたり。そうですね。あとでももう本当募集減ったっちゃ減ったかな。減ったっていうか、行きたいです行きますっていうので30とか40とか集まるんだけど、コロナやばそうなんで間違いない、キャンセルみたいな。はいはいはい、はい、それは確かに一番熱中症怖いじゃないですか。なんで本来だったら呼びたいんですよね。本来なら4時間取るんで、まあ、1試合まあ 9イニングぐらいやるんですけど、はい、まあ10人10人で20人でやるとちょっときついんですよ。はいはいはい、交代とかきついんで、まあ、13とか、はいはいはい、13ぐらいで約30人ぐらい来てくれればこう体調に合わせてこう交代するようにしてとかできるんですけど、できずにみんなほぼフルに出場して、まあ、これでやってたんで10人10人で 100% 中っていうのは何パーぐらいですか、そのできた達成感というか。でも70とか80とかとか。でもまあそうですね、まあ、カムイも行ってるし、たまにモンタナもよく行ってるし、スポーツショップ的にはあんまり、うん、前原さんもね一回年始の方に行ったし、そうですね、あんまりでグランドも取れてるし、あんまりコラボかな。あ、そうです、確かに東京組とのコラボできないですよね。うん、もうありますね。はい、70%。そうですね、70%ぐらいだな。ベイちゃん組はまあ社内が多いと思うんですけど、でもいつも使ってる河川敷がもう全く使えない時期もあったんですよね。あ、そうなるともう全くグランドで取れないんで、もう本拠地が本拠地が使えなくて、あるあるも取れないから、もうグリーンバック頼みで、そうもう全部室内グリーンバックでとか、あと少年野球の取材も最近結構行ってるんですけど、その宣言がなくなって出てとかで、はいはい、出ると活動ができなく、少年たちもできなくなっちゃってんで行
けなくなったりとかっていう、そういう感じですね。社内で取れるのは強いですよね。まあそうですね。だってネタは無限にあるじゃないですか。確かに。その商品紹介とかは中で全部できるんで、そこはなんとか、それそれでなんとか。ボールパークもそんなに使ってない。ボールパークも全然行けてないですね。70%ぐらいですかね。ちょっとやっぱ、うん、みんなちょっとあれですよね。うん、止めますよ、うん、止めますよね。もうフルではいけないですよね、やっぱり。でもなんか一番あのひどかった時は本当にでも結構スポーツ業界落ちたじゃないですか、再生が、はいはい、まあ、そこに比べるとまたちょっとね戻ってきたのかなっていう感じはありました。でも一時期マジやばかったっすね。やばかったっすよね、本当に、はい、じゃあ2つ目、京平さんがまもなく省 ATV 加入して1年ということで。そう、1年なんです。まあ、素晴らしい。まあ最初の方は、まあ、夏ぐらいかな、あのボナールと撮影してて、うんうんうん、まあ一人誰か手伝いいないかなってことで声かけさせてもらってできてくれて、でコラボとかしてって、まあ、動画出ていくうちにだんだんこうイメージが湧いてきたかわかんないけど、まあ加入してくれるようなことになって。翔平はグローブ大好き、野球大好きなんで、うん、僕は翔平 TV はグローブマジで無知なんで本当に本当にわかんないんで、まあそういうところ、まあ、話せるんだったらいいなと思って魅力に感じてて、はい、でまあお願いしてフィールドフォースのあのでっかいカバンに大量にグローブ入れて来てもらって、うん、で俺ん家でもう入れましたね。3個ずつってこう何回も撮って、やってましたね、やってました。雨の日とか撮ってやってて、まあ、あれ懐かしいんですけど、まあ、それからまあ徐々に、まあ、撮影のルールじゃないけど、まあ、YouTuber って言ってもいいじゃないですか、うん、動画、うん、動画紹介で、うん、それ教えたりして、うん、今だいぶね商品紹介はもう完全任せで。おお、素晴らしい、うん、じゃあ1年で任せれる。うちに立たずにもう半年ぐらいでもやっちゃうんじゃないですかね。社長がいいですね。確かに社長がいいだろ。ボスがいいんだな。結構俺もね、あのあまりこうなんか言わないタイプじゃない、言うタイプ。まあ言うっすよね、自分も言うんで。結構言うんで、そこもなんか陽平がこう折れずになんか頑張ってくれてんのは助かるなって。おー、素晴らしい。しかもあれですよね、編集もやってますもんね。そうですね、まあちょっと見過ぎますけど、うーん、まあ、いやでもそれもだって全くやってないところからね。そうですね、そう、編集に関して全くやってなくて、それはすごい。でパソコンも1個しかなかったんですよ。で、まあ、でも最初陽平に安いの買わせたんですけど、それが超絶不良で、あすぐ消えるみたいな言ってましたね。なんかってのもあって、もう俺が新しく自分のを買って、で両方に今俺が使ってるやつを渡して、はいはいはい、今使わせてるって状態なんですよ。だから編集ってあれですよね、その独学っていうか、大井さんも独学になりますかね。そうですね、好きな YouTuber 見て、はい、学んでみたいな。うーん、結構やり方とか別に教わって、教わってない。そうですよね、だから翔平さんもそうですもんね。俺もそうだね、俺も本当に YouTube 見て、うーん、インプットしたら上辺に教えたり、教育にも教えたりね、はいはい、あの、うん、キーとかね、キーとかね、うん、で両親さん的にまあ1年経ちますけど、感想どうですか。感想やってみて、まあ、時間経つのめちゃくちゃ早いなっていう。普通に仕事してるんで、はい、サラリーマンでちょっと勤務地も遠いんですよ、はいはい、でまあなんで移動時間とかもかかるんで、結構まあ時間がすぐ経つなっていう。でその中でいかにどうやって編集するかっていう、で僕がちょっと情報系の仕事なんで、はい、社内で自分のパソコンはもう開けないんですよ、はいはいはい、なんでお昼ちょっと、まあ、リュックもにパソコン入れてどっか行ってカフェでちょっとやったりとかするときもあれば、はい、特急乗って、特急だったらまあコンセントもついてるんで、ちょっと課金してその20分の間だけでも、はいはい、すごいな、せめてテロップ位置だけでも決めて帰ろうみたいな。すごいな。確かに、まあでもそのちょっとやるだけでも違いますね。仕事に支障は絶対与えたくないなっていうのがあって、もちろんどっちも意図しては違うもんですし、どうやって半々に体力を持っていくかっていうやり方をもう全然最初つかめなくて、そこはめちゃくちゃ苦労するんです。で、どうしたんですか。あ、で、それでもうお昼も使っちゃえっていう感覚とか、あ、まあお金はかかっちゃうけど特急乗ってその場でやっちゃうとかっていうやり方とか、まあ工夫したのがテロップ担当、まあ、なので、それすごいっすよね。分業制自分できないと思いますもん。まあ、テロップ難しくないですか。って、あの、人が決めた動画に出るって。あ、そうですね。なんで、僕が喋ってることは、を入れるしかないっていう、情報がそれしかないっていうのは、出てたら、あ、この時俺こう思ってたなっていうのを入れれるんですけど。なんか自分も僕喋ってる時に、ここいらねえと思う時あるじゃないですか。はい、でも翔平さんがもしそこ使ったらどうするんですか。わ、いや、使います。
ていうかあと思ったんですけど、良平さんが面白いのがちょっとずつ髪型とかが変わってるんですよ。シーズンみたいな、おーみたいな、そのたまにあってそういうのも面白いですよね。あ、見てる、なんかファンだったら面白いですよ。そうそう、すごい刈り上げてきた。あ、そう、目上げたり攻めてるねみたいな。あれがプライベートボケの、かっこいいと思ってるんで、あれなんかデート帰りのままモンタネルみたいな。そう、デート前に行ったからね。デート前行ったから、あ、すげえバッチバチに決めだけ持って、うんうんうん、あるしね、バッチリ決めて、はい、そう、なるほど。ナンパ帰りも来るから。ナンパ帰りはしたことない。ナンパ帰りはそのまま寝部屋から帰った。まあそういうわけで、うん、サブチャンネルはそんな感じで、はい、今うちらも頑張ってますので、うん、まあ熱中症とかまだありますけど、もうすぐ1万人です。はい、素晴らしい、もう頑張って、まだ終わってない、まだ終わってないですよ、うん、まだ270人です、はい、頑張ってください。もうすぐや、まあ、年内はもうすぐ来たいですね、さっさと10月ぐらい、まあ、年内行くでしょう、うん、そう、良平さんが1年経つまでに来たいですね。確かに、はい、確かに、そんな感じで、はい、そしたらお願いします、なんか、はい、なんか、なんか、はい、お願いします。というわけで、じゃあまた引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もう上げましょうってことで、はい、もう上げちゃいます。まあ、まずはモンタンさん、おめでとうございます。おめでとうございます、2000人もでございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントして、ご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ベサンプの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK、 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。